お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。あって、お兄ちゃんだ。こんな人気のないところで待ち合わせなんて、あかりたちにどんなことするつもりなんですか？変な風に言わないの！まったく、待ちくたびれちゃった。それで、私たちに何か用事があるんでしょ？だけで、何よその満足げな顔。